日本のジャズとは日本人ミュージシャンによって演奏されるジャズで日本や日本の文化につながりのあるものである。その言葉は日本のジャズの歴史に関して使われることが多く、一部の推定によると日本は世界中のジャズファンの中で最も大きな割合を占めている。アメリカにおいて日本文化とジャズを融合する試みは一般的にアジアンアメリカンジャズと呼ばれる。 服部良一日本の初期のジャズはアメリカ人のジャズバンドとフィリピン人のジャズバンドによる日本での海外公演によって一般化した。フィリピン人はアメリカ占領軍を通じてフィリピンでジャズという音楽に馴染んでいた。旗のオーケストラがしばしば日本最初のジャズバンドだと言われている。彼らはサンフランシスコへの船旅の中で一部の音楽を吸収したが、主としては ダンスバンドであった。1920年代初頭、大阪と神戸の繁栄した観楽街を中心にフィリピン人の演奏をもとに生まれた日本ジャズの実践が現れ始めた。1924年には大阪市にすでに20のダンスホールがあり、そこで日本生まれのジャズミュージシャンはプロとして演奏できる初めての機会を得た。トランペット奏者のナンディ文優は演奏スタイルによって 国際的に称賛された最初の日本人である。1929年に南里は上海に渡りテディウェザーフォードと共演し、そして1932年にはアメリカツアーを行った。日本に帰国後、南里はアメリカ式のスイングバンドである南里文優とホットペッパーズとして何枚もレコードを出した。ダンスミュージックとしての初期のジャズにおけるアメリカらしさと人気は、 保守的な日本のエリートたちに懸念を抱かせた。1927年になると、大阪府はダンスホールの閉鎖につながるような厳しい取り締まりを実施した。多くの若いミュージシャンは、ジャズの拠点を東京に移した。そこでは、大手レコード会社のお抱え、ジャズオーケストラに職を見つけた者も,もいた。1930年代、人気作曲家である、ハットリウイチと、 杉井光一ははっきりと日本風のジャズを作ることで批判されがちなジャズの性質を克服しようとした。彼らは古い日本の民謡や演劇の歌にジャズのタッチを加えた作品を作った。さらに日本をテーマとしよく知られている伝統的なメロディにも似た新しいジャズソングを作った。1933年には現在まで続く中で日本最古のジャズ喫茶。 チグサが横浜市にオープンした。それから、ジャズ喫茶は、ダンスホールに代わって、人気を博し、熱心な聴衆を相手に、最新のジャズレコードをかけ、時折ライブ演奏を催すこともあった。一方で、ハットリの曲は、論争を呼ぶこともあり、特に顕著なのが、ハットリが中野忠春リズムボーイズに提供した、足りないソングである。当時日本で広まっていた食料や、 資材の不足に対する風刺を題材とした、同楽曲は政府検閲官たちの怒りを買い、即座に発売禁止処分を受けた。第二次世界大戦中ジャズは適正音楽とされ、日本では禁止されていたものの、ジャズの人気は衰えず、禁止は完全には成功しなかった。ジャズ風の歌曲は、時には愛国的な歌詞を伴って、引き続き演奏された。 第二次世界大戦後、連合国による占領は、日本人のジャズミュージシャンが現れる、新たなきっかけとなった。アメリカ軍の兵士たちが故郷で聴いた音楽を熱望したからである。1948年、ピアニストの秋吉敏子は、プロのジャズミュージシャンを目指して上京した。コージー・カルテット結成後、軍楽隊のリーダーとして、横浜に赴任していた。 ハンプトン・ホーズが彼女の存在に気づく。さらに、彼女はオスカー・ピーターソンから注目されるようになった。1956年に、秋吉はボストンのバークリー音楽学校で学び、その後、バップピアニストとして、またビッグバンドのリーダーとして、世界的な成功を収めた。秋吉と子1950年代の終わりには、日本のジャズシーンが再び栄え、 続く数十年間で活発なフリージャズが最大の成長を遂げた。評論家の添島照人は、1969年を日本のフリージャズの転機になった年だとしている。ドラマーの戸賀樫正彦、ギタリストの高柳正幸、ピアニストの山下洋介と、佐藤正彦、サクスホニストの安部織、ベーシストの吉沢元春、トランペッターの沖いたりなどの音楽家が重要な、 役割を果たしたからである。秋吉敏子のコージーカルテットの一員だった渡辺貞夫も国際的な評判を得ている。この他にも川崎に詫び、中村テルを、タイガーを起こし、オゾンゲ誠といったジャズプレイヤーもまた国際的な評判を得ている。彼らの多くはアメリカで広くツアーを行い、演奏や教育のためにアメリカに移住した人もいた。 日本のジャズはしばしばアメリカと日本両方の解説者から独創性がない、またアメリカのジャズの価値のない偽物などと批判されてきた。1960年代、彼らの見下した態度に対して日本のジャズアーティストたちは自らの音楽に日本らしい風味を加え始めた。アメリカに移住した秋吉敏子は夫であり古くからの共演者であるルータバキンと共に率いていた。 秋吉と志子イコールルータバキンビッグバンドのための作曲に日本文化を取り入れるようになった。古群では初めて鼓などの日本伝統の楽器を使用した。また、ロングイエローロードでは日本の伝統的な画楽のメロディを本案したものが使われている。秋吉から禅とジャズの類似について説明を受けたジャズライターのウィリアム・マイナーは禅の美学が佐藤正彦や 他の日本人、ジャズアーティストの音楽の中にも感じられるといった。上原広美21世紀の初め、東京は小規模ながら熱のあるジャズコミュニティであり続けた。ジャズシンガー兼ピアニストの綾戸どちは、黒人アメリカ人のボーカルジャズを真似ることでさらに多くの聴衆をつかむことができた。2004年にブルーノートレコードは17歳のメインストリーム兼。 バップピアニストの松永隆の自作曲を収録したアルバムストームゾーンをリリースした。松永隆は2008年に地球は愛で浮かんでるも発表した。2005年、日本のジャズグループのソイルピンプセッションズはフルデビューアルバムピンプマスターをリリースし、その楽曲は海外の DJ から注目を集めた。その中には、 アシッドジャズの分野で有名なイギリスの DJ ジャイルス、ピーターソンもおり、4月に来日した際に同バンドの曲を気に入った。彼は自身が受け持っていた BBC ラジオ1のワールドワイドにて頻繁に取り上げ、リスナーからも大きな反響を得ていた。彼のオファーを受け、バンドは同年9月のワールドワイドに出演した。また、バンドは 番組収録後に行われたピーターソンが主催するイベントにも参加したほか、旧東ドイツのベルリンにあるクラブカフェモスカウでもパフォーマンスを行った。そして、同年末、BBC ラジオ1が主催するワールドワイドミュージックアワーズ2000にて、バンドはザ・ジョン・ピール・プレイ・モア・ジャズ・アワードを受賞した。大阪を拠点に活動するカルテットのインディゴ・ジャム・ユニットの曲は、 伝統的なジャズとニュージャズとが、特徴的なビートと流れるようなジャズピアノによってタイト、かつ力強く混ざり合ったサウンドだと評価された。彼らは2015年に11枚目のアルバム、ライツをリリースした後、翌年の夏をもって解散すると告知した。ジャズピアニストの上原博美は2003年に、アナザーマインドでデビューして、以来世界的な評価を獲得してきた。 同作は北アメリカと日本で好評を受け、日本では10万枚の大ヒットを記録して、日本レコード協会から日本ゴールドディスク大賞のジャズアルバムオブザイヤーを受賞した。2009年、彼女はピアニストのチック・コリアと共演し、そのコンサートは2枚組のライブアルバム、デュエットに収録された。またヘッツアップ・インターナショナルのベーシスト、スタンリー・クラークがリリースした。 ジャズ・イン・ザ・ガーデンにも参加しており、同作には、チック・コリアの元ドラマーである、レニー・ホワイトも共演した。翌年、上原はクラークが発表した、スタンリー・クラークバンド・フィーチャリング上原・博美にも、引き続き参加しており、同作はその年のグラミー賞において最優秀、コンテンポラリー・ジャズ・アルバムを受賞した。さらにその翌年の2011年、上原は、 アンソニー・ジャクソンとサイモン・フィリップスと共に30層プロジェクト、ザ・トリオプロジェクトをはじめ、このプロジェクトの名前で4作のアルバムをリリースした。彼女は近年、ジャズミュージシャンと共演するだけでなく、矢野明子や、ドリームズ・カム・トゥルー、東京スカパラダイスオーケストラ、新日本フィルハーモニー交響楽団など、有名な J、ポップミュージシャンやバンド、オーケストラとコラボしている。2011年、 ピンクマルティーニとユキサオリがコラボレーションしたアルバム1969が日本の iTunes アルバムチャート、アメリカの iTunes ジャズアルバムチャート、カナダの iTunes ワールドチャートで1位を記録した。2012年、ポスト上原ひろみと呼ばれるジャズピアニストの桑原愛が初の自主制作アルバム From Here to There をリリースした。その5年後、 彼女はアメリカ人のジャズドラマーであるスティーブ・ガッドとベーシストのウィルリーとコラボしたアルバムサム・ハウ Som ・サム・デー・サムウェアを発表した。ジャズドラマーであり作曲家でもある石若春は日野テルマサや東京ニューシティ管弦楽団テイラー・マクファーリン、ジェイソン・モランなどの有名な音楽家のレコーディングやプロジェクトに参加してきた。彼は2015年に現代クラシック音楽や ヒップホップ、ストレートアヘッドジャズの要素を組み合わせたデビューアルバム、クリーンナップをリリースした。このアルバムは日本の2大ジャズ雑誌、ジャズジャパンとジャズライフからそれぞれ今年のアルバム新人賞と今年のジャズアルバム2015を獲得した。2016年には井上名と菅田隆と3人で組んだ石若春クリーンナップトリオとして カート・ローゼン・ウィンケルと共演する形で、ブルーノート東京に出演した。さらにその後、このトリオに、オーストラリア人トランペッターのニランダシカが加入し、クレンナップ4に改名された。ありがとうございます。